こんにちは、はい、さあ巨人の外国人が、はい、まあ、次々に対談が発表されていますが、はい、なんとビエイラ投手とデラロサ投手が対談濃厚ではないかという記事が出ました、うん、まあでも今年のね、はい、働き方見ると、はい、それはやっぱ残れないよね。そうですね、なかなかね、そうなんです。ビエイラ投手は9試合に今年は登板、はい、0勝2敗、防御率が 9.82、はい、で6月下旬以降はファーム暮らしで8月に負傷という今シーズンの成績です。で一方でデラロサ投手はもう開幕直後からファームに、うん、で30試合登板して0勝0敗1セーブ1ホールドということで防御率は 2.30、はい、ということで、まあ、ちょっと2投手ともね、対談するんじゃないかと、はい、持ってるものっていうかさ、うん、投げてるボールはすごいけどね。そうなんですね。こんなんで打たれるんだって思うような、はい、打たれないんじゃないかなっていうのはあるけども、はい、やっぱこうマウンド上で見る限りちょっと気の弱さというか、はい、なんか自信喪失気味だよね、ちょっと1本打たれると、はい、うん、だから、まあ、そういう面がまあ、いいピッチングにはつながらないのかなっていうような、ただ持ってるものはやっぱりいいものはあるよね。そうですね、うん、この2投手共通してやっぱりその持ってるいいものって、やっぱボールに力があるし、うん、速いしね、うんうん、だからただビエイラのこのパフォーマンス見るとさ、はい、すごくなんか気の弱いんだろうなっていうのが、ああいうパフォーマンスする人に限って気が弱かったりとかするからね、うん、だからマウンド上でちょっと挙動不審というか、はい、なんかちょっと一本出るとそうなんですよね、うん、なんか動作がちょっとぎこちなくなったりだとかすることはあったよね、はい、ありました。だから ランナーを例えばフォアボールで出してしまうとその後からちょっと制球難になってしまったりとか、ね、まあ、それとやっぱりフィールディングだとか、はい、まあ、牽制だとか、はい、投げることに関してはいいんだけども、はい、他の面に関して揺さぶりに弱い、はい、まあ、ピッチャーではあったよね。そうですね、うん、だからこういうのが解消されるとさ、すごくそれが一つ克服していくと自信になったりだとか、はい、そういうことにはなってくるんだろうけども、はい、なかなかやっぱそこら辺が、はい、多分巨人だから言ってると思うよ。で徹底的にやらそうと思うんだけどさ、はい、やる気があるかないかによっても全然変わるからね。そうですよね、うん、だからそれを身につけない限りどこに行っても苦労はするだろうなと思うよね。そうですよね、うん、だからこの両投手がちょっと制球難だったりとかちょっとメンタルマウンドで弱くなってきたなって思うと、やっぱり巨人のピッチャーがもうどんとこいだったり落ち着け落ち着けだったり、一回みんなマウンド集まったりっていう光景がやっぱりあったので、そうだね、うん、だからまあ、そういう面ではちょっと使いづらい外国人ではあったよね。そうですね、自信があってさ、はい、あーってやってる時はさ結果も出てて、うん、いい時はバンバンいけるんだけど、はい、ちょっとこう自信がなくなってくると、うん、もう調子が上がらなくなってくるとガタガタになってくるというかさ、はい、すごく波をこう感じるピッチャーたちだったよね。そうですね、うん、で一応公表されているその年俸というか、まあ、金額がビエイラ投手は1億4300万、うん、デラロサ投手は1億8150万という数字は出てたんですけれども、いいよな1億もらってな。そうですね、いや、まあ、だけど彼ら複数年だとか、はい、まあ、そういうこともあったりだとか、うん、いろいろしたみたいなんだけど、やっぱハングリーであってほしいな、うん、彼らは。そうですね、うん、いやもう背水の陣というかさ、はい、ここでやらなければもうお金を持ち帰れないみたいな、うん、そういう環境でやらすとすごい能力を発揮するかなという。おだから単年契約でいいから、はい、少し給料を下げてもいいっていうぐらいに思ってるんだったら、うん、日本の球団は取った方がいい。ということはじゃあこのビエイラ投手デラロサ投手どこか獲得乗り上げそうなチームってありそうですかね。安いんで良ければ、はい、その代わりやったら、うん、インセンティブとかつけてあげて、うん、はい、やったらあげてやるって、うん、いうようなところで、あれだったら広島とかいいと思う。お広島、はい、広島やっぱり中継ぎがちょっと薄いからね、はい、だからそういう意味ではあの力のあるそういうピッチャーがいれば、はい、まあ、インセンティブでね、うん、ハングリー精神をそうか、ね、こうギャーッとかきたてて、はい、そういうようなことで契約できるんだったら面白いと思うから、うん、あと球、まあ、直球速いというところで例えばパ・リーグとかでも活躍できそうなんですか。まあ、日本ハムとかね、やっぱ中継ぎ陣、はい、まあ、何人いてもいいだろうし、はい、そうだな、まあ、ロッテはいるしな、まあ、西武がいてもいい、もう一人だよね、はい、うん、まあ、オリックスはいらないかな。
そうです、ソフトバンクもいらない、ソフトバンクもそうですね、うん、だからまあそこら辺かな、楽天も特に必要ではなさそうですかね、楽天もいいピッチャーいるぞ、うん、そうですね、ピッチャースコイいますからね、うん、だからそんなにはいらないと、まあ中日がいてもいいよね、まあ中日は枠の問題があるか、はい、ね、で中日今結構ピッチャーも補充したりとかもしてますね、まあそこら辺かな、うん、ということはパリーグだと日本ハム、ただ条件的にはやっぱ安い金額で契約するぐらいの気持ちがないと日本では成功しないかな、はい、巨人でもらったお金をそのまま役立たせるみたいなんだったらもう契約しない方がいいね、そうですね、で巨人でのちょっとね終わり方がちょっとすごく数字的にあれだったので、やっぱりそうなってくると金額も抑えめでっていうところ、まあ、そんなに年上じゃないもんね、そうですね、33歳ですね、うん、まずデラルサ投手は、そうだね、だからまだできると思うよ、うん、あ、うん、そうですか、おでセリーグだとやっぱり広島がいいんじゃないかなっていうような中継ぎのことを考えるとね、はい、まあ、安く取れるんだったら取っといてもいいと思うよ、うん、球団セリーグはどうですか、セリーグはやっぱこう中日は枠の関係あるし、はい、阪神はもうこれ以上というか、はい、まあ岡田監督になって新鮮な方がいいだろうしね、はい、でまあヤクルト、はい、まあ、ヤクルトもな、どうですか、枠の問題もあるしな、あ、うん、そうか、外国人の、まああそこはもういい外国人がいるから、はい、まあ、特にとして、うん、まあ、横浜もいます、ちゃいらんな、どうですかまあでもいますもんね、横浜もいる、だから、ね、日本ハムか広島 か、まあ、西武、あ、西武、うん、そうですね、西武あたりかな、うん、で単年で、ね、まあ、単年でインセンティブをつけるっていう、まあ、そしたらなんかこうハングリー精神がまたメラメラと湧いて出てくるのかなっていうね、はい、やっぱ稼ぐ時に稼ぎたいだろうし、はい、まあ、日本という文化っていうのは嫌いじゃないと思うしね、はい、だから、まあ、そこら辺の球団が安く、うん、いやその代わり結果このぐらいの数字をやったらこのぐらい上げますよというインセンティブで契約していいって言うんだったら、はい、取っといて損はない、うん、損はないというか多分まだできる、うん、あとはそのメンタル面をどうやってフォローというかサポートしていくかですよね、そのチームが、まあそうだな、うん、まあ、そこら辺は難しいけども、はい、まあだけど気の弱い人ほど素直な気持ちっていうのも持ってる時があるしね、はい、うん、だから、まあ、素直にそういう、 こう腹を割って話せるような人がいれば、はい、そこに勇気をもらえれば活躍できると思うけどね、そうですね、俺はね、まだね、まあ、巨人今シーズン結構外国人選手対談多いですよね、まあ、そうだな、まあ、多かったっていうこともあるしね、そうかそうね、で、うん、やっぱりこうなんていうの、まあ、途中で帰った外国人も、はい、まあ、昨年かなにはいるし、うん、まあ、なんかちょっと恵まれてないよね、そうなんですよ、ね、あとは CC は残りそうなんですかね、メルセデスは残した方がいいんじゃないかなって思うけどね、うん、そうですよね、まあ、そんな中巨人が新しい外国人投手を今調査しているという情報も入ってきていて、はいはいはい、グリフィン投手、はい、なんですけれども今シーズン大谷選手を三振に取ったという選手27歳はい、はい、まあ、大谷も三振するからね、まあそれはそうですよね、まあ、メジャーリーグのブルージェイズなどでプレーしたフォスター・グリフィン投手27歳の獲得調査を進めていることが11月に分かったと、まあ、27歳って若いしね、若いです、うん、ハマれば何年もね、はい、いてくれるだろうし、ブルペン陣の強化をやっぱり測りたいっていうところ、まあ、そりゃそうだな、で191センチ150キロ超の直球を繰り出す投手ということで、うん、大谷投手と今年6月に対戦した時は141キロのスライダーで空振り三振を取った、どうでしょう、まあ、分かんないけど、はい、中継ぎ陣っていうふうに考えてると、うん、まあ、代わりは誰かいるよね、はい、まあ、万が一失敗したとしても、はい、だからまあそういう面ではいいんじゃない、まあ、ローテーションの一角を預けるっていうんであればさ、はい、これ失敗した時には穴なかなか埋まんないけど、はい、だから中継ぎで、まあ、はまればいいなっていうような感じでいれば、うん、まあ、いいんじゃないのかな、そうですよね、あと左っていうところも、うん、まあいいのかなっていう、まあ、そうだね、はい、うん、だから、まあ、左もいるけどね巨人はね、あ、まあ、高梨投手、高梨大江とかね、はい、まあ、いろいろいるけどもさ、うん、まあまあいてもいいよね、そうですよね、うん、いやでもなかなか外国人投手って難しいんですね、成功するかしないかっていうのを、まあ、調査、なかなかねやっぱ文化が変わるしさ、はい、やっぱ言えばボールもよく言われるじゃん、うん、
アメリカ球と日本のボールは違うって、う、うん、それは日本人は日本のボールは投げやすい、メジャーのボールは滑るとかなんとかって言うけど、うん、はい、でも外国人で言わせれば、いやちょっと滑ってくれた方がいいんだよねとか、あるかも分かんないしね、はい、ボールが合わないとか合うとか、うん、ね、あんな手でかいのして、うん、少しちっちゃいからね、日本のボールの方がちっちゃく感じるから、はい、だからそれで制球を乱したりだとか、そういうこともあるだろうし、投げにくさっていうのもあるだろうし、はい、でまあちょろちょろするよね、隙があったら、うん、だからそういう野球が合わなかったりとかするから、はい、だからそうだな、まあ文化に合うか合わないか、まあそういうことも含めて、はい、まあ、調査してほしいよね。そうですね、やっぱ性格ってね、すごくプレーにも出てくるし、うん、だからそこら辺まで分かって取れるんであれば、はい、それは満点な補強はもうね、技術的に見ても大体もう分かるよ、はい、分かるけどそのまま出せるかどうかっていうのは、うん、やっぱその人の性格によるものが大きいからね、はい、だからポランコだとかウォーカーだとか、もう明るくて2人で仲のいい外国人になっちゃったじゃない、はい、ね、そしたらやっぱり野球やってても楽しいよね、2人で支え合うというかさ、うん、だからまあそういう環境が変わったりだとか、まあ、そういうことで、まあ、自分の実力が出せないっていう外国人もたくさんいるとは思うけどね、うん、だから調査するんだったらそこまで徹底して、はい、まあ、調査してほしいなと思うね。そうですね、はい、まあ、巨人からはね、ウィーラー選手、はい、それからポランコ選手、はい、そしてビエイラ投手、デラロサ投手がまあ対談、うん、そうだね、ということで、なんとかね、この、まあ、対談になる選手たちがまだ NPB で他のチームでちょっと活躍できれば、まあそうだね、まあ、何かの縁だしな、うん、日本に来たっていうのは、うん、でまあ、実力、ボールの質、はい、いろんなことを見てる球団もあるだろうし、はい、もし声を、ね、かけてあげるんだったら、はい、安くだな。そうですね、そこはね安くだな、はい、でそこで活躍すればね、来年、そうそうそう、はい、インセンティブで、そこでね、これを取りに行け、インセンティブを取りに行け、うん、そうですね、インセンティブを取りに行け、